時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。お相手はユニット K の関東、ターキーがもうすぐ来る予定です。それと、ミキシングのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい。今日のお題は、今日のお題はですね、はい、夏の、洋楽でしたね。夏の洋楽でしたね。はい、はい、ということで今日はですね、夏に聞きたい洋楽ね、こちらを募集しております。こちらの放送はですね、サイマル放送もやっています。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。 FM ギノワンのですねホームページから、見ていただきますと、まずですね、ユーストリームの画面があります。その下の方にですね、サイマルラジオというボタンがありますので、そちらを押していただいて、全国のラジオ局の中から九州沖縄をクリックしてください。でその中にですね、また、放送局いろいろとありますので、 FM ギノワンを選んでいただくと、ラジオで、聞いていただいているのと同じ放送がお楽しみいただけます。パソコンでお聞きの方、ですね、こちらで聞いていただけると嬉しいです。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。同じですね、という形でラジオと同じ、放送がですねお楽しみいただけますので、よろしくお願いいたします。それから、ですね、パソコンで、お聞きの方、それとラジオで聞いていただいている方、メッセージをですね募集しております。今日のお題は、夏に聞きたい洋楽ということですので、はい、ね、こちら、ありましたらね、数字で797@fmgino1.com、 数字で797@fmgino1.com、 こちらの方まで、メッセージお寄せください。よろしくお願いいたします。それではですね、今週のミュージックバー F のライブ情報です。今週はですね、毎週木曜日の定期ライブ、比嘉義博さんの定期ライブがですね、お休みになっております。そして、金曜日ですね、21日金曜日、トムライブ、トムさんのライブです。オープンが21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円。翌日22日土曜日、ブーちゃんライブ、オープンが21時、ライブスタート21時30分、こちらもライブチャージは500円となっております。そして来週になりますけれども、25日の火曜日、かっちゃん&国吉亮ライブ、こちらもオープンは21時、ライブスタート21時30分、そしてライブチャージが2000円となっております。ですね、トムさんとブちゃんとかっちゃん&国吉亮ライブ、今週のですね、ミュージックバー F のライブ情報でした。それでは、CM です。大吉さん来た。あ、よかった。大吉さんよかった。一週お休みだったから心配してました。うん、キャプテン来たぜ。ありがとうございます。ブルベイさんも先週ありがとうございました。頑張っていただきました。本当本当。アロハ。感謝。夏の良かったです。そうですよ。あ、ブルガイさんこんばんは。いつもと逆パターン。デコフレの花、そしてコンティニューコインがすでにもうたまっております。ありがとうございます、キャプテンさん。やった、キャプテンこんばんは。本当にみんな律儀だよね。ちゃんと返すっていう。花子、あ、はい、どうぞ。はい、お借りします。はい、ビーチボーイズ、ビーチボーイズいいですね。熊本バッテン龍神まぶやさん、まぶやじゃない、まさやさん、まさやさん、こんばんは、初見です。夏に聞きたい洋楽はザ・ビーチボーイズですかね。いいですね、ビーチボーイズ。じゃあサーフィン USA 探しておきます。おいいですね、僕の大好きな聞きながらね、いいよね。夏の洋楽ってお題難しいよね。アーロン・カーターのサマータイム。おサマータイムじゃない、いや、そっちじゃないね。
夏の洋楽とお題難しい、確かにね、うん、夏に聴きたい洋楽、そう、うん、なんか聴くと夏って感じがする洋楽ねっていう、なんかあの緩い感じでダメですか。はい、では自分は行きましょう。5秒前。はい、ちょっとストリームお届けしております。今日のお題は夏の、まあ、夏の洋楽っていうかね、夏に聴きたい洋楽、この曲聴くと夏って感じがするっていうね、ような、曲をリクエストいただきたいと思いますけれども、早速ね、リクエスト入っております。こんばんは、初見です。夏に聴きたい洋楽はザ・ビーチボーイズですかねってね、熊本バッテン龍神雅也さんから来ております。うん、そして先週お休みでした、キャプテンさん、ありがとうございます。アーロン・カーターのサマータイムということで来てますね。さあ、どんなのが出てくるのか。今ね、バックで流れてる曲なんかもね、ちょっと爽やか系でね、そうですね、夏っぽいね、感じですよね。そうですね、オアシスはやっぱり、ね、フェスとかでよく歌いますからね。ですよね、夏の方のイメージ強いですよ ね。やっぱ夏って感じですよね。はい、ちなみに今あの、はい、サーフィン USA 見つかりました。見つかりました。はい、ついについに僕の大好きなビーチボーイズついに、はい、じゃあ、せっかくなのでですね、熊本バッテン龍神雅也さん、ザ・ビーチボーイズでサーフィン USA お聴きください。サマータイムはバハムがフューチャリングしてる。あの方がバックストリートボーイズのニック・カーターの弟です。マジっすか。リクエスト、バックストリートボーイズのアイオンザタイトル間違った。大阪澄明さん、ありがとうございます。サマー USA ってある。サマー USA、うん、サマー USA、 サマータイム、あ、サマータイムは見つかりました。まだちょっと今から。あ、すいません、じゃあサマータイム先にお願いします。サーフィン USA とは違うんですよね。そうですね、また別だと思います。はがよりがないけど、バックストリートボーイズか。バックストリートボーイズも一応今ありましたので、これ先に一応入れてみましょう。はい、バックストリートボーイズ何がありました。アイオニダーウェイが、ブルガリさんから入ってるんで。あ、そうそうそう、ちょっと待って、サマータイムの一つ前、ああ、ごめんなさい、ブルガリさん、ミュートしてました。アーロン・カーターさん、サマータイム。サマータイムはバハメンがフィーチャリングし、アーロン・カーターで検索してみる。お願いします。あ、サーフィン USA でよかったんですかね。あ、大丈夫です。熊本バッテン龍神雅也さん、キャン君、ありがとうございます。ミュージックバー F って小座にあるバーですか。間違ってたらすみません、小座にあるバーです。龍神雅也さん、名古屋にいるんですけど、僕一度プレイヤーズカフェでご一緒したことがある。はい、マジでってことで、僕が初めてこう顔出しで放送入った時にすぐコメントくれて。ああ、そうなんですね、はい、プレカフェで会ったキャン君だよね。龍神雅也さん、ありがとうございます。雅也さん、ありがとうございます。あ、アーロン・カーターは FM ディノマンで流れたことあるってことあるってことね。そうだね、うん、そしてキャスカバンバンあバンバン落としたよ。あげ、もう終わりますよ。いや、いいですね、この頃の曲って短くていいですね。そうなんですたくさん流せるみたいな。すごい短いので僕が焦ります、ね、そして、先ほどごめんなさい、ちょっとね飛ばしちゃったんですけどね、ブルガリさんからね、バックストリートボーイズね、 I'm only that way、 懐かしいですよね。素敵な曲です。これ、ね、カラオケで一人で歌おうとしてもなかなか歌えない曲なんですよ。いきますか。かけましょう、ね、聞いてみましょう。どうぞ。英語の授業で、え、学校の先生が好きで、これから中学校1年生の時に早速聞かされたんです。へー、マジで、はい、You are my fire って言うのね。 You are my fire ってお前ら言えよ
若い女の先生だったんで。あ、若い女の先生が、はい、好きで、はい、岩間ファイヤーとお前らも言えよみたいな先生に言われたいんだろうね、はい、圧力でした。圧力あの方、サマータイムでしたね。サマータイムですね。あの方、サマータイム、サマータイム、フューチャリングバッファーメン、あ、あります。はい、あります。うん、曲を今から検索するんですけど、うん、まず名前を正確に出さないと。一番最初に言ってもらっていい？何？見て。どっちからスタート？ここ。大吉さんのコンパニアが。いいね、あらか。あらかだ。なんかね、失恋した感じの。イメージしかないんだけど、あ、ちょっとあれですよね。そう、だけど大好きなんですよ。失礼かもしれないですけど、うん、なんかちょっと しっとりした感じの。そうそうそう、この曲と、ね、スパニッシュアイズだったかな、大好きなんですけどね。僕はザ・ワンっていう歌も好きですね。ダパンプが確かカバーしてる日本語で歌ってたと思うんですけど、まあアルバムの収録曲か、なんかカップリング曲かなんかで。ああ、そうなんだ。うん、まあ、と結構、バックストリートボーイズは聴いてました。バックストリートボーイズは何気にみんな聴いてるんだよね。知らないだけで。ですね。まあ、他の人も、のあれもそうなんでしょうね。失礼しました。サマータイム、多分これでいいと思う。マイケル・ジャクソンのスリラーなんか、ある意味夏向きにゃ確かにブルベさん、拍手アーロー・カーター、サマータイムを、はい、見つかりました。ありました、ありました。じゃあもう続けていきますか。そのまま続けていきます。うん、わかりました。バックストリート・ボーイズはドローニングが一番好き。ドローニング、どんな曲だろう。次は何を探しますか。スリラー。スリラー。はい。スリラーから。うん。アーロン・カーターを続けていきますので、サンマータイムはめっちゃノリいいぜ。花火ドン。うん、大好き。いつもより多く持ち上げております。あ、すげえ。ケーキあんななるんだ。ありがとうございます。これ爽やかですね。爽やかだね。しかもアコギ系じゃね。はい。ね、にスクラッチにっていう。このまあ全部打ち込みだけど。だからリズムがまた90年代、80年後半、後半から90年前半ぐらいのダンスミュージックっぽい雰囲気が。そうだね。はい。なんか素敵ですね。うん。D はあのようでサマータイム聴いてるはずD に伝えておきましょうね。スリラーも大丈夫です。見つかりました、はい、今待機はスリラーと何があります。待機は今スリラーですだけ、はい、他に先に見つけておきたいのはね、夏、あ、クイーンの I was born to love you。 I was born to love you 系です。いざとなれば僕の紹介したい曲も準備はしてます。あ、了解です。
ブルガリさん。サブちゃんなんか満足がリクエスト。はい、ワンスポーツラブも準備 OK です。OK ですか。じゃあですね、我慢坂お願いします。我慢坂なかったんだよね。はい。ちょっとあったら BGM まで流そうと思ったのに。今日でも今日は洋楽ですよ。洋楽ですよ、ね。洋楽ですよ。あれ洋楽じゃなかったっけ？あれ洋楽でした。向こうからしたら洋楽だったかな。ね、外国の人から見たら。まあ。洋楽に近い。世界の北島三郎で祭り。え、じゃあ祭り探しといてもらっていいですか。D 生身が生身と成仏してくれ。北島。アルファベットで書けば洋楽ですよ。祭りもね。もうネタが。北島。いいね。あ、もうこういうのにいいですね。ブルガリさん、なんだろう、夏って、あ、そうだね。なんだろうね、夏。うん、夏って何なんだ。暑い。寒い。なんか違うくないですか、これ。終わります。はい。はい、ということでですね、バックストリートボーイズの、I want it that way と、誰でしたっけ、アロン・カーターでしたっけ、うん、ね、のサマータイム2曲続けてお聴きいただきましたけれども、まあさすがにね、ノリいいっすね。もう最高でした ね、 ね、まさに夏と。夏だね。はい。ビールだね。ビール飲みたいですね。昨日僕めちゃめちゃ我慢してましたけど。そうだね、昨日ずっとノンアルコールで頑張ってたね。はい、10杯ぐらい飲みましたけど ね、 ね、ノンアルコール。ノンアルコール10杯ぐらい飲んでました。それもすごいよね。お腹痛いですもん。もうね、さあ、そこね、他にもね、ちょっといろいろリクエスト入ってますけどね。まあ、昨日はね、ちょっと X 祭りしてきたんですよね。はい、すごい楽しかったです。そうなんです、ありがとうございます。 X のライブが生放送されるっていうことでね、ちょっとタイガーアイミュージックバタイガーアイに行ってみんなでね、まあ、6時からスタートっていう話だったんですよ、一応ね、放送はね、うん、だけど X はいつも30分1時間で平気で遅れるんで、うん、まあまあまあゆっくり待とうやっていう話だったら2分遅れで始まったっていう、ほぼオンタイム、珍しい、で始まってしまったっていうね、まあ、びっくりもありましたね。はい、サプライズでしたね。そう、本当にびっくりでした、ね。まあ、それは置いといて、ブルガリさんからでした。あ、違う、大吉さんからだ。大吉さんからのリクエスト、スリラー入ってますんでね、こちらお聞きいただきたいと思います。マスカスさんリクエスト入ってない。今日テーマは夏の洋楽なので。そう、そうなんですよ、ね、そう、なんかね、夏の洋楽って言って思い浮かぶのないですか、あの宮城さん。夏の洋楽って難しいな。夏の洋楽っていうのは最近が多いんですかね。あ、最近の曲だったら僕いっぱい浮かぶんですけど。じゃあ夏っぽい洋楽。夏っぽい洋楽。夏っぽい。なんだそれ。クワバタバテン龍神正也さん、今度小座に行った時は F にお邪魔しますね。翔太さん、あ、はい、翔太さん分かりますよ、たまにお会いしますよ、月でね、うん、月でね、そのたまにお会いします、うん、翔太さんの、ね、歌をカラオケで聴けるっていう。ぜひぜひいらしてください。本人の歌も聴けるという。そう、本人が歌ったカラオケを聴けるう。そうそうそう。これやるとなんかこういう自然にやりたくなるよね、うん、スリラー聴くと、うん、踊りたくなりますね。タイタニックの主題歌リクエストきました。あ、歌っていいから私が。あ、なるほど。僕は先週ミュージックバーに初めて行きました。え、ミュージックバーどちらの F ですか。そう、 F じゃなくて また別のところですかね。スリラーのダンスしなかった。あのね、
いや、曲開けてからよ。タイタニック、セレンディオンでいいのか。セレンディオン、うん、マイハート、ウィルゴー、ウィルゴいいね。今日テーマは夏の洋楽なのに一人冷静な人がいてくれるっていうのね。いいよね、脱線しなくて。あ、いやいやいや、とんでもないとんでもない。え、F、 え、ちょっと待って、先週何曜日に行かれたんですかね。ねえ、行ってほしかったの、うん、私たちもお邪魔したの。次回もし予定があればね、うん、まさか土曜日じゃないですよ。マイハート、ウィルゴー、ウィルゴー大丈夫です。あ、はい、ありました。あれですよね、あれって何かって、夏、自分はこれ聞くと夏なんだ。ああ、ね、うん、そうそう、みんながね、思わなくてもいいんだよね。まあ、だってさ、うん、そうでないと、うん、マイハートウィルゴーンって言ったら、そうそうそう、ね、流氷が流れてる車もあれだからね、涼しくなるじゃん。確かに、この夏の暑い夜にね、うん、聞くと、あ、なんかほらね、あの映画のところをイメージして、あ、涼しくなるわって。イエス。ね、じゃあすいません、先に写真をお願いします。撮ります。はい、チーズ。ありがとうございます。写真撮影でした。曲はね、そうしかできなくて。仲良くさせてもらってます。先月も小座で一緒に飲んでました。マジっすか。僕そこまで仲良くないですけどね。多分あちらもね、顔は知ってるっていうぐらいのね感じですよね、うん。そうなんだ、一緒に飲まれたらいるようなね、あれがあるんですね。でんてんてんてん、そう、自分がね、夏の曲だと思えばいいね、うん、洋楽で。洋楽で、ね、しらすん、しらすん、しらすん。今日はね、いつも皆さん来られてて嬉しいですね。うん、なんか体調良くなってきたんです。ね、うん、だよね、うん、なんかみんな来てくれないと体調悪くなってくるんだよね、うん、テンションが下がってる。僕も D と仲良くしてもらってます。映りましたけど。違うか。ドーン。花火だが。D は花火と一緒に打ち上げられました。D すごいな。昨日はリスナープレゼントでパイナップル1年分でってないの。いや、まあ、ないですかね。ない。まあ、ここはもうやっぱりパーソナリティさんが準備してプレゼント。あ、そうですよね。自前でね。自前でですよね。ズドーン。はい、では間もなく曲が開けます。はい、最後だけ聞いた人はね、うん、何が起きたんだと本当だ ね思ったかもしれませんけれども、マイケル・ジャクソンのスリラーを聴きいただきました。これね、うん、全然関係ない話なんですけど、うん、スリラーにちょっとだけ思い出があって。なんだろう。イトマンでね、うん、僕の友達のヨシトがね、うん、余興をやってくれということで呼ばれたわけですよ。運動会だったかな、なんかの時にね。でそれで糸満のその小学校行きまして、はい、でいざね、要は余興だから一番最後の方になるわけですよ、うん、一応ミュージシャンというか、
いうことで言ってますんでね、はい、そしたらその吉人たちの余興の前に、うん、ね、あ PTA の人たち、お母さんたちが思い出した、ね、あれすごかったね、ね、うん、みんなさんにあれがね、うん、このスリラーでですよ、うん、普通にダンスすりゃいいものをそれだけでもすごいんですよ、うん、それだけでもすごいのに両手に鎌持ってだからねスリラー踊ってるっていう怖いよ ね、その後に余興させられる方の身にもなってみろと鎌持ってスリラー怖いよね、鎌持ってスリラーですよ、糸満違いますよ、ね、すごいよやっぱりすごいな、うん、そう余興する気なくしたって言ってたもん、うん、やらなくていいんじゃないって、鎌持ってさ、うん、こんなことされてるね、鎌持ってスリラーだよ、ね、うん、怖いね、あれは、うん、もう一回やってほしい、え、そんなどうでもいい話だったんですけどね、うん、スリラーをね、楽しいですよ ね、マイケル・ジャクソンの曲ね、うん、さあ、なんか若干涼しくなったんじゃないですかなことないかじゃあちょっと早いですけどね、この辺で一旦 CM を挟んでまた後半お届けしたいと思います、はい、台湾好きですからね、松坂っていうとブツブツ交換やな、ブツブツ交換それあれパイナップル1年分ギリギリ人間ロケット笑った、いいな、中学の時にスリラーをウォークマンで聴きながら大阪の街を歩いてたら財布をスリラーされたことがあります淡々と語られても、うんすられるんだね、ティッティングしました、いやースリラーは辛いですね、辛いね、金額にもよりますけど、そうそうそう、落としても辛いですよ ね、落としても辛い、この前知り合いが本部東京行って落として2万円なくなった抜かれたって言われて、あ でも見つかったは見つかったらしいです、財布自体は免許証とかね、あの辺がね、はい、また戻ってくるとそれはそれでいいんだよね、もうみんなでかわいそうに落としたらね、まず戻ってこないですからね、当分何かがあったら、はい、お前持って帰れってかわいそうだから、はい、そうなりますよね、なります、なります、うん、あ、じゃあもう CM 明けから、はい、15秒ですね、 I was born to love you ですか、お、BGM もうそのままいきます、そのまま入りました、テレビにそのうち教師が出てくるか何でもありや、最高だな、教師行ったらこれだよね似合いそうだよ、ピョンピョンする、ピョンピョンする、元祖ゾンビ、ゾンビじゃないですか、うん、そうそう、元祖ゾンビ似合いそうだよね、うん、あ、そんなこと言う、いや、違う違う違う、これなんかほら、あの教師の子供みたいなのいたじゃん、はいはい、なんかあんな感じのイメージになるじゃん、ちっちゃい教師ほら、どっちかっていうと、どっちなんだ老けてんのか若いの、どっちなんだ台湾好きだからね、台湾大好きだから、台湾は実は今、台湾にいるかもしれない、台湾でこんなしてから、こんなしてウーロン茶飲んでるかもしれないウーロン茶、うん、その辺はまだあの大人じゃんみたいな南足見つけたら、マッセージ連じゃん捕獲捕獲、ま引くのかな、うん、教師に、うん、麻酔師、うん、ちなみにもう I was born to love でストックはあとはセリーヌ・ディオンですね、ですね、あとは僕の持ってる曲がいくつか、セリーヌ・ディオン、セリーヌ・ディオンいいんだよな、まさか宮城さんなんかないんですかね、
名指しで言うなってあったら投稿しとるわ。あ、筋トレが5になってる。ラスキチさん来たかな。違う違う、7月20日の9シートでした。あ、明日です ね、 ね、9シート、はい、イエス。捕獲じゃない、捕獲いいわ、台湾で捕獲最高だよ。一回捕獲して連れてきたよね。なんか、なんかないかな帽子だけでも、あの、基本しないやつ、ああ、かぶってもらっていいね、うん、お札は黄色い紙に適当に何か書けばいいの、ね、赤いので、うん、赤いので楽しそうです。で、その状態で放送してほしいこんなやつあげながら僕はですねで、あれ、あれだよね、赤い、あの、口紅ちっちゃく書くんだよねごめん、ごめん、あの、似合いそうだからやめてほんと台湾にそうだもんな。だけどキャプテンさんのこの、なんていうの、この、これなんていうの、プロフィール画像じゃないけど、うん、新しく、ね、もう完全に夏だよ、うん、23分しかない。早っ。早いんですよ、うん、フルで流しますからね、うん、で、1分です、はい、まだ1本あんの、これ、これ1本あります感想が1分ぐらいあるんだと思います。クイーン長いよね、いつ、まあ、この辺ちょっと下げましょうか。はい、じゃあマイク上げますね。さあ、うん、I was born to love you、 クイーン、勝手に僕のチョイスで、うん、クイーン大好きなんだけどさ、ほんと長いんだよね、うん、長いです ね、そうですね、うんうん、失礼しました。でもこの曲聴くとね、なんか、あの、単純にほらビールの CM で使われてたんでね、うんうん、夏っていう雰囲気から気分爽快みたいな、うん、そんなね、勝手なイメージがあるんですけどね、うん、そうそうそうね。で、リクエスト入ってるものでいきますとですね、あれは、あれが入ってます、あれが、ん、あ、あれがタイタニック、あ、タイタニックね。でも今こうやって、皆さんからリクエストいただいたものをかけてると、うん、夏に、まあ、夏を感じる曲っていうか、そういうもののイメージっていうのはやっぱり涼しくなるような、そうだね、ね、曲が多いですね、うんうん、ということなんでしょうね、ね、夏だけにね、うん、じゃあ次の曲も、聴いてね、涼しくなっていただきたいと思います、うん、セリーヌ・ディオンで、My Heart Will Go On。 いいな。シャニア・ドゥイン、どこで切るんだこれ。ドゥインアップ、うん、ほら、もう涼しくなってきた。なんかほら、ね、周りに氷がいっぱいあるよな。アップの曲名みたいですね。うん、アップっていうのが曲名みたいです。あ、シャヌエ・トゥインでアップなの。はあ、すごいなあ、みんないろんなの知ってるなあ。この子もしかしてタトゥー？そんなとこまで見えてんの？今日はラスキチさんはお休みかな？リクエスト？前回やっぱり
あれかな、あのキャプテンさん言われるみたいにちょっと夏の洋楽ってなかなかイメージしづらいんだろうね。うん、だから夏を、うん、自分が夏になったらなんかこれっていうのだったらいいんだよね。そうだね。ね。うん。うん、なんかこのアップって曲、レッドバージョンとかグリーンバージョンって書かれてるんですけど、どう違うんですかね。わかりません。ブルガリさん、何が違うんですか。レッドバージョンとグリーンバージョン。赤と緑？あの、なんか燃えるようなイメージのレッドが多分夏なんですかね。じゃないですかね。あ、ホンダの車の CM 曲ですね。あ、そうなんだ。へぇ、おしゃれですね。うん、ちょっとさすが赤を入れてみます。車にかけてきますね。知らんがな。投げた。じゃあレッドバージョンでいきましょう、ね。レッドバージョンでいきましょう。はい、レッドバージョン。めっちゃ暑苦しかったですね。いやでもこの方相当美人なんで、すっごいセクシーそうな曲になりそうです。うっす、なんかその画像が見て。なんかちょっとペネロペクルスみたいな、ああ、あの雰囲気の方です。いいね、画像が見れる人。タイタニックでさ、一番なんか印象に残る場面っていうのはさ、うん、海の中に沈んでいくじゃない。そうですね。で、あのすごい、すごい青い、こうなんていうか透明感のある、ああ、はい、こういう感じで降りていくわけですね。うん、降りていくわけですね。あれがなんかすごい印象的なんだ。それでなんかこう歌いたくなったんだよね。ああ、歌いたくてもなかなか普通の人歌えないですよ。いや、そんなことないよ。キーもね、下げるのも限度がありますから、ね、元気で元気で普通の人歌えないんだって。あと1分20秒。来月頑張れるから。頑張ったらいいさ。え、私は頑張れるよ。大丈夫、俺怪しく弾くよ。マジ？うん、よし、約束したよね。コードあるんだから。本当？うん、よし。怪しく弾くっていうのはエルヴィス・プレスリーのブルーハワイ。あーはー、なるほど。夏の夜っぽいイメージあります。確かにそうですね、うん、いいね。あと感想みたいなので音開けますね。はい、さあ、セリヌ・ディオン、うん、アイハート・ウィル・ゴーンをお聴きいただきましたけれども、はい、だいぶ涼しくなったんじゃない？うん、私は好きだ。で、この暑苦しいサイレンの音。本当だ。人がせっかく涼しくしようとしてる。ね、今かみたいな。ね、セリヌ・ディオンをお聴きいただきました、はい。でも夏に聴くと本当にね、これ涼しくなりますね。なんか、うん、やっぱりどうしてもあの場面をね、イメージしますからね。そうそうそう。うん、これいいかもしれないですね、うん、さあ、そしてさらに、リクエスト来てます、こちらですね、シャニア・トゥエインですね、アップリクエスト来ておりますのでお聞きください。ホンダのコマーシャル、うん、当たりっぽいね。あー、ね、はい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 、はい、この曲ですね。わかりますわかります、いい曲ですよね。あ、ダウンロードしよう。個人的に欲しいです。あ、すごいいい曲。なんかあれですよね、みんなで選んだ曲で CD 作りたいですよね。ああ、いいですね。ね、僕ミキシングします。夏つないで。どんなですかね、なんかあの、ね、そういうのもやってみたいと思いません？うん、楽しそうですね。ね、2017夏ね、リストさんみんなで作って、うん、選んだ曲ってやったら、例えば放送には載っけられなくても、うん、CD にはほらミックスでミッシングして入れられるじゃん。いい、ね、うん、ちょっとストリームセレクションみたいな。そう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 、はい、
ねえねえ、窓開いてないよね。窓は開いてない。窓は開いてないんですよ。なのにこんなに聞こえるラジオ局どうでしょう。いいと思います。名古屋さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ようこそ。ようこそ。もうこうなったら世界のクワトバンのバンバンバンだな。ああ。クワトさんは英語でしたよね、あれね。はい。あ、クワトさん。クワトさんは英語にしか聞こえないよね。ダメ？そんなんじゃない？ひとまずエルビス・プレスリーを。あ、そうですよね。エルビス・プレスリー入ってます。ブルーハワイね。サイレン。僕もやっぱり DJ してるとビーチパーティーとかが多いんで、あ、夏の曲って結構いっぱいあるんですけど、だからやっぱ最近の曲っていうこの EDM 系はそういうのが多いですね。ちょっと涼しげなメロディー、だね、はい、ちょっとパーティーな、パリピな感じの、軽い感じでね。そうですそうです。重くない、はい。この世界のってつけるのがいいね。ちゃんとつけないとね。世界のワールドワイド洋楽というか、まあ世界のね、これもいいんじゃねみたいなね。14分16分。桑田さんのが英語にしか聞こえないから流していいのかな。どう思う？ブルーハワイありましたよ。あった？はい。じゃあそれ。曲終わりますね。上がります。はあ、いいね。いい曲だね。これ夏だね。うん。うん、どうなの？いや夏だよね。夏な感じじゃない？美味しそうだな。え？何が美味しそう？人が食べてるの見て美味しそうとか言わない。ほら、もうね、今日はね、皆さんが夏と思う曲をリクエストいただいておりますけれども、はい、ね、続いてはですね、はい、熊本バッテリーの龍神正也さんから、リクエストいただきましたエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしたいと思います。サブの祭りだな。これもやっぱり短いですね。2分半ぐらい。わかりました。じゃあですね、一応ですよ。はい、バンバンバン探しといてもらっていいですか。わかりました。多分このタイトルで探したら、焦点してビッグバンが出てきそうですけど。マジで。ありましたね、桑田圭介さん。ありました。ありました、BG でお願いしていいですか。はい。でもやっぱり、プレスリーだったらさ、うん、個人的にあれ聞きたい。Are you lonesome tonight? そう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 。夏じゃないからな。夏じゃない。あれは季節感ないな。うん。僕はあれが一番好きですね。ラブミーテンダーが好きです。ああレゲエ、ああ見てんだね。確かにね、あれもレゲエの曲なんかは夏向きなんだけどな。確かに、ね、そうですよね。そうなんですね。そっかそっか、夏向きってなるとレゲエの曲とかそっち系になっちゃうんだ。あ、もろ夏ですから。そうですそうです、うん、レゲエとかはもうまさにって感じですね。ねえ、夏ダンスホールってジャンルも結構夏っぽいです。そのレゲエとかヒップホップを足して割ったような感じ。ショーン・ポールとか、はい、あと映画の
ワイルドワイルドスピードの、うん、あ、曲終わりますね。はい、はい、BGM で、はい、エルヴィス・プレスリー、うん、プレスリー来ましたよ。はい、はい、ブルーハワイ、なんかほら、アップテンポもいいけど、うん、こういうしっとりとしたのもやっぱ夏を感じるっていうのいいね。ですね、うん、さあそしてね、ここで、ね、何も考えていない私たちに代わりちゃんと ねリスナーさんからね来週のテーマはっていうのがありがとうございます。冷静な方が、ね、いらっしゃるのは大変ですからね本当ですよ、冷静な方いらっしゃらないと、ね、あの番組として成立しありますから、ね、来週のテーマどうしましょうね。ねえ、あれでしょ、今バックでかかってるの洋楽ですよね。もうあの世界のってつけば、世界のってつけばもう洋楽じゃないですか。ですよね、はい、誰もね、ケイスケ桑田、はい、ですよね。はい、もうそうですね、はい、ですよね、ケイスケ桑田です。ケイスケ桑田、桑田ですね、桑田、桑田みたいなねだって普通にこうやって BGM で聞いててもね、英語にしか聞こえないの。何言ってるかちょっとね音が小さいと判別するのが難しいと。エルヴィス・プレスリーさんと、まあ、似たような雰囲気で、あ、そうですね、はい、爽やかだと思いますよ。爽やかですよね、はい、いいと思います、そうね、そして、来週のテーマは演歌って来てます。いつでもサブちゃん流したいんでしょうねね、絶対なんか演歌生きてみたいなね、うん、でもどんなですかね来週。まあ一応ね今週ちょっとねテーマ夏っていうすごいなんか大きな括りでやっちゃったんですけどね、世界の名古屋やつの3の倍数だけアホになるの夏向きちゃうかなそうですね、なんかぶっ飛んだ感じでね、みんなでバカになりましょうと。そう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 、はい、鍋やつで思い出した、うん、あ、鍋さだ、鍋さだ、もう今沖縄来てるんですよね。そうそう、今日入ってる、今日入ってますね、うん、そう、鍋貞さんね、世界の鍋貞、渡辺貞夫さん来てます。そうなんですね、パレットなんですよ。そうなんです、そう、チケットはすでに完売、完売、わお、ね、残念だったね。そうなんですよ、そうなんです、ね、メンバーさんがねちょっとお友達でね、うん、入ったよっていうご連絡があったみたいでね。そう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 、さあ来週のテーマバラードって来てます。あ、バラード、あ、いい、ね、いいですね、いいですよね、バラード。これ洋楽の方のバラードでいいんですかね。さあどうだ、私は、うん、洋楽のバラードいいですよね。最近洋楽離れてましたからね、うん、洋楽のバラードってなかなかジャンルが広くなるので、うん、結構素敵だと思いますが、ね、ですよね、いろんなところから出てくる感じで、はい、いいかなね、失恋の時のバラード失恋の時のバラード失恋の時のバラード、あー、そうですね、ちょっとそこにスポットを当ててみるのもいいかもしれないですよね。はい、ね、まあみんなね失恋したことぐらいあるでしょ。でも失恋しかしたことないですよ僕は。ですよね、はい、ですよねって言うのあなた、え、だいたいそんなもんでしょみんな。あ、そう、はい、だと思いますよ。じゃなかったらね結婚してるわって話じゃないですか。あーね、なんかだんだん悲しくなってきて、まあいいや来週のお題、失恋の時に聞く、バラード、洋楽ですね、洋楽のバラード、そう、失恋の時に聞きたい、ね、洋楽バラード、うん、ということでよろしいでしょうか、ね、こちらを募集したいと思います。失恋の時に聞きたいバラード洋楽編、はい、ということでまとめていただきました。リスナーさんもね独身の方結構いらっしゃるのかもしれないですねいやいいね、いいですね、やっぱりバラードいいですよね、うん、バラード大好きね。もしこれ曲が開けたらもう泣いてるかもしれないですよね放送なるかっていうぐらいのね勢いでもうガチでいきたいと思いますけどね。今日も残すところあと6分、6分ですよ。今日はまたねあの新しいね、リスナーさん、からもねメッセージいただきましたし、ちょっとねどうよあなたはなんかないの話すことね、ついに来ましたよ
ね、メッセージが来てます。あー嬉しい。カンさんとアキーさんこんばんは。こんばんは。夏の洋楽といえばレイ・チャールズのエリー・マイ・ラブです。あ、愛しのエリーの英語バージョンです。来ましたよ、キャプテンさん、つながりましたよ無理やりつないだわけじゃないよラスキチさん、ありがとうございます。さあ、ということで今日最後の曲はですね、こちらの、レイ・チャールズのエリー・マイ・ラブを、お聴きいただきながらねお別れしたいと思いますが、ちょっと準備にお時間いただいてよろしいですか。大丈夫ですよ。しかもエリー・マイ・ラブ何分あるんですかっていうねそこも気になるところでございます。いや、よかったよかった、ラスキチさんも来てね、ちょっと、はい、メンバー揃いましたね、うん、メンバーって勝手にメンバーですんなよっていや、ほら今ね、季節柄さ、うん、沖縄はあれだけど、ほら向こうの方はすごい天気悪かったりするでしょ体調が大丈夫かなそうですよね、こうやってる間にもね、ツイキャスの方コメント来てますけれども、これはちょっと読めないな大変申し訳ありません。レイ・チャールズバージョンがないの、見つからないです。誰のバージョンがあるんですか。あ、待ってください。 ありますですね、はい、グレン・M・レイ、あ、ちょっと違う方がカバーしてるものとか、レイ・チャールズのがないんだ。そうですね、結構カバーバージョンとかは結構出てくるんですけど、カバーが多すぎて本物が出てこないパターンね、はい、わかりました。じゃあちょっと選曲ね、あのどなたのっていうのは誰のがあるのかな。ですね、今もう曲切らしてるんで、僕が用意してる曲とかでよければ。ああ、そっかだね。でもせっかくラスキチさんからなので。そうですね、ちょっとレイ・チャールズのバージョンではないですけれども、じゃあちょっとね、これをまず入れてみましょう。はい、エリー・マイ・ラブ、ちょっと待ってくださいね。はいダメですよ、ブルガリさんのコメント読んじゃダメですよ だけどね、あのラジオでお聞きの方、もしくはねパソコンからご覧になってる皆さん、もしよろしかったらですね、ラスキチさんみたいに、メッセージメールでいただけると嬉しいです。まあ、今週はね、うん、もうあとちょっとで終わってしまうんですけれども、数字でですね797@fmgino1.com の方まで、メッセージいただいたらですね、リクエストいただきましたら、できる限り ね曲かけていきますので、はい、よろしくお願いします。はい、曲準備できました。はい、これ何分あります。4分ぐらいありますね。ちなみにどなたのカバーですかね。ジンレンですかね、 G から始まるんですけど、はい、GLENN でジレン、はい、M レイさんっていう方の曲になります。わかりました。一か八かで、こちらのエリーマイラブお届けしながらね、お別れしたいと思います、はい、ありがとうございました。今週もありがとうございました。入らない戻ってきたよ、すいません音が出ないなんと音が出ない、なんでだろう。ちょっと入りましたね。入りましたね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではまた来週はい、今日本当に調子悪いですね。10はなんか曲聴いたら猫とかやってるかもな言われてただラジオでは放送できないけど、こっちがいいんじゃないかな今日リクエストのタイトルの違うのは途中でメッセージ飛ばさなくて、いや全然気にしないでください、そんなの。そうです、そうです、全然、あのタイトルとかもね、こんな感じとか、例えば何の曲みたいな、うん、ね、あのそういうので全然いいんで、うん、はい、間違ってもね、気にしないでください。もう、あのまさかさん感謝だよね。本当ですよ、いつもね、先週ももちろんそうですけど、そうそう、来週のお題はあ、花火大会バンザーイ、ね、海洋博の花火大会終わったんだけどね。終わった終わった。ね、うん、そう、合ってるのも知らなかったよ。私こっちの方がいい、うん、毎週見れるんだよ、うん、すごくね。すごいすごい。ね、あの、なんだっけ、あの、ね、なんとか、なんとかビーチじゃなくてプライベートビーチじゃなくて、ね、うん、プライベート花火ありがとうございます。大吉さんいないのかな。大吉さん、大吉さん忙しいのかな、もしかしてこの時間忙しくなっちゃったのかな最初ね。でも嬉しい、うん、皆さん、皆さん本当に今日皆さん来てくれて嬉しいです、うん、やっぱりね、うん、こうじゃないと
そう、私テンション上がらないもん。僕のね、生きがいですから、もう。本当だよね。本当に。今日皆さん、まあ、お忙しいから体調悪くて、来れなかったら、もう絶対枕を鼻水で濡らしてたね。鼻水かよ。涙で濡らすよ。だけどね、本当この時間がね、一番楽しいんですよ。1週間の中で。このために、もうなんか、仕事してるぐらいの勢いになってます。本当ありがとうございます。ありがとうございます。感謝だよね。はい。キャプテンさん、猫の大吉さん、ブルガリさん、熊本バッテン龍神、正也さん。マフィア。正也さん。ね、スカスミルさん。そして、ラスキさん。ね。皆さん、ありがとうございました。そして、あ、そうだ、名古屋からもね、来ていただきました。ありがとうございました。ということで、あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。夜しながら聞いてるんやって、すみません、ありがとうございます。恒例のエンディング花火。ね、本当に皆さんありがとうございます。じゃあ、また来週。はい、ありがとうございました。よいしょ、お疲れ様。